はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、疑問、FPS は不人気仮想ジャンルになってしまうのか、ということで、まあ、こうね、僕は日頃 FPS でね、まあ、いろんな FPS やってるわけなんですけど、まあ、このままね、FPS っていうゲームジャンルは、こう、いつまでも続くんだろうかっていうね、あと10年、20年、30年、こう、続くんだろうかっつう、まあ、そういう疑問は常々あって、まあ、この動画ではね、だから、まあ、FPS が衰退するのか。で、そして、衰退するとしたら、なぜ衰退するのか、みたいな、まあ、そういうところをね、考えていきたいなというふうに思います。で、まあ、考えていくんですが、まあ、まずね、一例として、まあ、例えばの話なんですが、衰退した気がするゲームジャンルとして、まあ、格ゲーをね、ちょっと見ていきたいと思うんですね。もちろん、こう、なんていうんですかね、格ゲーは衰退したぜとか言うとね、もちろんそんなことはないぜっていう人もいると思うんですが、まあ、とりあえずこの動画ではね、まあ、格ゲーみたいなところをちょっとこう、まあ、掘り下げていきたいなと思うんですけど、まあ、格ゲーは、まあ、少なくとも、今よりもですね、僕が子供の頃、まあ、つまり今から20年くらい前は、もっと目立ってたんですね。まあなんつうのかな、ゲームセンターとかもそうですし、まあなんかゲームショップ、まああんまないですけどね、最近ね、ゲームの小売店ってね、ああいう場所でももっと目立ってて、まあ鉄拳だったりとか、まあストリートファイターだったりとかもちろんそうですし、あとはあれですね、仮面ライダーのね、なんだ、格ゲーとかもあったりとか、エアガイツがあったりとか、本当にこう、格ゲーっていうのは男の子がやるゲームとしての代表的なものだったと思いますし、さらに僕がこう子供の頃、今から20年くらい前の話だけじゃなくて、もっと前を知ってる人、まあ今はだいたい40代後半くらいの人とかと、まあ話してたりとかすると、まあなんつうのかな。まああの人たちっていうか、40代くらいの人たちのノリで言うと、格ゲーってすごかったよな、みたいな。みんなやってたよな、みたいな感じで、すげえ盛り上がってるわけよ。みたいな。そんなに盛り上がってたんだ、みたいな感じに僕はなるわけですね。まあこう10年以上のこう、まあ世代格差があるので、まあそうなって、はえーってなるということですね。まあそれに、まあそうやって40代の人とかと話してもそうなりますし、もう一つ言えるのが、まあ、格ゲーって、ゲーセンみたいにアーケードゲームが、まあ、なんつうんですかね、まあ、流行ってた頃の主力だったらしいんですよね。要するに、なんだ、インベーダーゲームじゃないですけど、ああいうアーケードゲーム。まあ、要するに、ゲーセンに置いてあるような、あの、筐体のゲームの主力だったらしいという、まあ、そういう話ってね、まあ、聞いたことありますし、なんか昔の映像みたいの見てても、なんか、そうだったんだなっていうふうになりますが、いや、そもそもって話なんですけど、今そもそも、あの、ゲームセンター自体が結構存続の危機なのぜ、っていうね。あの、ゲームセンターだいぶ減りましたよね。まあ、ちっちゃいところだからと、本当にもうなんかすぐ潰れて、あー、なくなったんだ、みたいな感じで、まあ、なかなかこう、ゲームセンター自体がね、まあ、なんつう、オワコンというか、存続の危機があって、もうなんていうの、クレーンゲームと、トリクラこれで成り立ってんのみたいな。まあ、そんな感じで、あとメダルゲーみたいな。まあ、そんな感じで、あとなんか、ほぼギャンブルみたいな。まあ、そういう感じのゲームで成り立ってて、なんか大丈夫なのかなみたいな。まあ、そういう部分もあったりとかして。まあ、確かに、こう、格ゲーは、ま、なんとなく、ま、10年、20年、まあ、30年とか、ぐらい前に比べると、オワコン化してんのかもしれないなっていう風になりますが、まあ、じゃあ、そうだと仮定して、まあ、格ゲーはオワコンになったっていうことを、まあそうであると仮定して、じゃあなぜ格ゲーはオワコン化したのかっていう、まあそういうところにね、話入っていくと思うんですけど、まあその理由は僕が主に3つあって、で、まあ世の中まあいろんな理由も言われてるんですが、3つあって、まず1つ目として言えるのが、まあ上級者の人が永遠に初心者倒しまくるっていう問題ですよね。まあなんか上級者の人、特にアーケードのやつだと、なんか上級者で、まあ、強い人はひたすら初心者倒しまくって、ほとんどお金を払わずに遊べるみたいな、まあそんな話聞いたことありますけど、まあそれって多分別になんつうんですかね、まあオンラインがまあ主力になった現在でも初心者は上級者に駆られるっていうのはまあ運命的な部分でもありますし、まあ結局そうなると初心者つまんねえってなるっていう、まあそういう問題だったりとか、まああとね、まあそれが今一つ目の理由ですけど、二つ目としているのが、そもそも格ゲーやったことない人ってのもね結構いると思うんですけど、まあ、格ゲーやったことない人に格ゲーどう思いますってパッと聞いた時に難しそうって言われる可能性あると思うんですね。僕がどちらかというとそう思ってるタイプなんですけど、まあ子供の頃僕格ゲーやって、全然コマンドとか入力しても技とか出なくて、で、まあ今ね、10年、20年経った今、じゃあやってみたら技とか出せんのかって言われるとあんま自信ないんですよね。まあなんかそれはね、当たり前ですが、PC ゲーだったりとかすればマクロとかね、無理やり訓練も出せるかもしれないですけど、それもそれってどうなのと思いますし、まあなんつうのかな。まあそうやってコマンドとかなんかいろいろゲームシステムとか難しそうだから、なんかちょっと挑戦する気になれないなっていうのがぶっちゃけたところなんですけど、多分これ思ってる人は僕だけじゃないと思うんですね。まあそういう人もある程度、まあ一定数いるのかなと思いますし、まあそういう風な人がいるっていう、まあだから、まあ衰退するっていう、まあそういうことだったりとか、あともう一つ最後の理由としているのが、まあそしてやってることがいつまでも一緒感あるっていうね。あの、なんつうんですかね。
まあ、格ゲーだったら、モータルコンバットもそうだし、まあ、どんな格ゲーもそうですけど、この画面に、左右にキャラクターが立ってて、向かい合ってて、殴り合って、まあ、なんか戦ってるみたいな。まあ、それって、もう、なんていうんですかね、もう何十年も変わってない、もうその風景っていう、まあ、そういう感じで、まあ、やってる人たちもね、ある程度上級者プレイヤー、中級者プレイヤーって呼ばれるような、まあ、なんていうの、ある程度やってるような、何年もやってるよっていう人たちも、もういつまでもいつまでもいつまでもそれ見てるわけでしょ、要するに。うん、もう見飽きるよねっていう話なんだよね。で、まあ、僕らみたいに特殊なね、ゲーム実況者とかプロゲーマーとか呼ばれるような仕事の人は別としても、まあ、そこまで行かなくて普通に趣味で楽しんでやってた人たちは、何らかのタイミングで、まあ、例えば就職したとかね、まあ、結婚した、家庭ができた、まあ、あとは、まあ、なんだ、子供が生まれたとか、いろんなタイミングで、まあ、ゲームやめたりとかして、上級者だったけどやめました、みたいな。まあ、そういうことってあるんですね。で、そうなっていくと、初心者は難しそうだし、入れない。で、そして、ちょっと勇気を出してやってみた初心者は、かられまくってつまんねえ。で、そして、上級者の人たち、中級者の人たちは、なんかもういつまでも一緒だから、もうなんかそろそろやめようってなってやめていくと。っていう感じで、もうこれによって、まあ、業界衰退していくっていう、まあ、そういうことなのかな、というふうに思うんですよね。で、まあ、これって、まあ、なんていうんですかね、まあ、ぶっちゃけ、これは、僕が主にゲームとかそういう問題ではなくて、まあ、結構どんなジャンルの娯楽にも共通するのかなと思うんですよね。まあ、なんだろう、男の子の趣味って大体こういう部分あるのかなと思うんですが、まあ、まず一度流行って、まあ、娯楽とかもそうですね。まず一度流行って、まあ、そしてそれを、こう、極めるみたいな感じで、まあ、競技的な、なんていうのかな、ノリでヘビーユーザーというかね、まあ結構上級者みたいな人が出てきて、で、そしてだん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 上級者、中級者みたいな、そういう声のでかい人たちに合わせた市場になっていって、まあだん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 垣根が高くなっていくということですね。で、そしてそうやって垣根が高くなって、まあ初心者は入れなくなって、結果的に、まあ初心者入れないから人口が増えるわけじゃないんだけど、まあ、なんていうの、上級者の人たちもね、まあいろいろさ、まあいろんな事情があるだろうから、まあちょっとずつちょっとずつ減って、まあ10年、20年かけて衰退していってしまうっていう、まあそういうパターン。これをこう、なんつうんですかね、まあ、格ゲーからは感じるし、で、そして、まあ FPS にもなんとなく感じてて、すげえ心配だっていう、まあそういう話なんですね。で、まあ例えば、まあもちろんっていう話もあるんですが、例えば FPS は、格ゲーと違って集団ゲーだから、まあ、多少は初心者でも勝てることはあるしとか、はい、まあ、そういう言い返しの仕方ってもちろんあると思うんですね。まあ、FPS 集団ゲーで、まあ、格ゲーとは違って1対1で戦うわけじゃないから、初心者でも勝てる確率は、まあ、だいたい 40% ぐらいはあるよねとか、まあ、コマンドとか難しそうっていう、まあ、そういう話って、格ゲーではそうかもしれないけど、FPS だったら敵に向けて銃撃つだけじゃんっていう、まあ、そういう話って、まあ、確かにあるかなと思うんですけど、まあ、そうは言っても、少なくとも、やってることはいつまでも一緒っていうのは間違いないと思うんですね。FPS、まあ、始めてからこれ十何年経ちますが、まあ、やってること基本一緒ですね。いつまで経っても一緒です。はい。敵に銃撃って、まあ、適当に回復して、10っていうだけですね。はい。まあ、こんなもんなので、まあ、なんつうんですかね。まあ、卒業する人も僕もちょくちょく見てますし、もちろんね、までも、まあ、今までもね。で、卒業しないまでも、なんていうのかな。もう COD とか BF みたいに、もうなんか、もうずっとやってること一緒で、もう飽きたみたいな。まあ、そういう人たちもある程度いるので、まあ、そういう人たちは、ある意味、シージとか、レインボーシックスシージとか、エスケープフロムタルコフとか、まあ、もしくは、オーバーウォッチみたいに、ちょっとゲームシステムが複雑な方に進んでいると思うんですよね、なんとなく。で、まあ、BO4 とかもそうだと思うんですけど、回復とかが自動じゃなくなって打ち込んだりとかしますよね。手動回復になりましたよね、例えば。まあ、そういう些細な点ではありますが、微妙に複雑に合ってるんですよ、やっぱり。で、まあ、そうやって複雑化していく傾向、まあ、確かになんだろう、オーバーウォッチとかも世界的に見れば成功してるし、まあ、レインボーシックスステージだって、もうすごいロングヒット作で成功してるのはもちろん間違いないですけど、レインボーシックスステージって、まあ、なんか公式の大会とかね、まあ、プロリーグとかで、ああいうなんていうのかな、すげえ上手い人たちの大会とか見てて、初心者の人、あれ何やってるかわかんないっしょ。ね、っていう、まあ、そういう話なんですよ、結局。で、だから、レインボーシックスステージが、じゃあこれよりも、レインボーシックスステージにもっとさらに複雑したらどうなるかっていうと、もう何もわかんないんだよね、結局。もう完全初心者お断りみたいな、まあそういう感じになっちゃって、まあ非常に垣根が高くなるっていう話なんですよね。で、そうなってくると、やっぱり今後入りにくくなってっていう話になってくるんですね。初心者に入れなくなって、で、そうは言ってもレインボーシックスシージやってる人たち、徐々にもうすでに減ってるわけじゃないですか、ある意味ね。レインボーシックスシージっていう、まあ、ちっちゃい視点で見ればね。まあそういう話なので、非常に、こう、うんっていうね。まあどうなんですかね、みたいなね。まあもちろんまだまだね、バトラーブームもあって、バトラーブームもね、まあ、ちょっと、
下火にはなってきてるかなとは思いますけど、まだそうは言ってもね、すごく元気があって、活気がある業界だなとは思うんですけど、まあ10年、20年後ね、まあ少なくとも VR が台頭して、もう VR じゃないゲームがね、廃れる、VR、AR じゃないゲームが廃れるまではとりあえず頑張ってほしいなとは僕は思うんですけど、まあどうなることやらっていうね。まあそんな感じでね、まあ何はともあれですね、まあ結局この問題はですね、まあ僕みたいなゲーム実況者とかね、まあなんか呼ばれるような特殊な職業の人よりも、なんていうの、FPS ちょっとやってるよっていうぐらいの人の方が、まあそういう人たちの方がある意味ね、まあ正確な意見になると思うので、まあ特にね、意見集めるとね、すごく正確になりやすいので、まあ何はともあれね、この問題についてどう思うかね、コメントでぜひ教えてもらえると幸いです。はい。というわけでね、まあ何はともあれ今回も長々とね、お話しさせていただきましたが、この動画ね、ふーんっていう風に思っていただけたら、ぜひぜひ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。おー、すげえ簡単。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。